常陽地震は1681年6月に朝鮮半島で発生した大地震である。大韓民国及び朝鮮半島で発生した地震としては史上最大級の地震である。韓国東海岸地震とも、この地震の本震は関ンドの常陽群三直付近で6月26日に発生した。死者数万人。 本震発生の2週間前の6月12日にも比較的規模の大きな地震が発生している。本震の規模は M7.0 から7.5と推定され、大韓民国及び朝鮮半島で発生した地震としては史上最大級の規模である。ただし、大韓民国気象庁が観測を始めたのは中央環章大時代の1978年からであるため、 観測のある1978年以降この地域で発生した最大の地震は2016年の慶州地震で M5.8 である。しかし1681年の常洋地震の規模は2016年の地震よりもはるかに規模が大きかったとされている。朝鮮半島は本来地震の発生が比較的少なく津波記録もほとんどないと言われているが、 実際には古くからの地震の記録が存在し、16世紀から17世紀にかけては比較的多くの地震が発生している。例えば、常用地震の起きた17世紀では1643年にもウルサン地震という大きな地震が起きている。このウルサン地震は M7.0 程度の規模と推定され、大韓民国及び朝鮮半島で発生した地震としては、 上洋地震に次ぐ、史上2番目の大きさだという、朝鮮王朝実録の縮層実録には、この地震による被害の様子が記述されている。ABCDFJ e 秋京昭秋京、昇る、僕間作業、辻吉信、関半島で発生した、最大級の地震 -1681 年6月韓国、東海岸地震、歴史地震、第20号、 169から182、168162、1726、令和2年12月3日閲覧、ありがとうございます。